この試合もなかなか相手に持たせてもらえずに残り35秒を切ったところからご覧いただきましょう。かなりこう両選手とも疲れた形になりました。そうですね、はい、深井選手がもう勝負に出てこないでですね、本当もこの守り、はい、一方でですね、なかなか組みづらいような戦い方だったんですけども、最後はもうきっちりとしますね。この大外刈りです、ね、はい、5分46秒大外刈り、まあ、それまで、深井選手の警告ということで技ありのポイントを持っていたんですけれども、最後までこの1本を追い求めるというね、はい、井上康生選手の試合がこの全日本今年の畳の上でも披露されました。ベテラン30歳の深井重和選手を破って、そして